では、I'm Susanna. Welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日は、初めて靴下を編む人に、とってもぴったりなパターンを見つけたんですよね。で、それで、その編み方だと多分失敗が少ないかなと。私も靴下を編んだことがないので、その編み方だったら失敗は少ないんじゃないかなと思いまして、で、それが、スケピエさんのオフィシャルサイトに載ってるパターンなんですけれども、そこで、とても色も可愛いですし、で、それで、じゃあ私も同じようにちょっとそういうセットを作ってみたいなと思って作らせていただきました。で、今ここに並んでる毛糸がそうなんですけれども、この中の、ベースのカラーをこっちのグレー系、もしくはベージュ系を選んで、そしてこの中から全部で10通りの組み合わせがあるんですよね。で、その10通りの組み合わせで靴下を編んだら可愛いんじゃないかなと思いまして、例えば、どうしようかな。こんな風にしてもいいし、例えば、こんな風にしてもいいしということで、10通りあるので、結構可愛いなと思いまして、で、それで、こっちでもいいしね、こっちだとこっちの方がシックかなとか、ブルーと水色にしてみようかなとか、いろいろこう組み合わせができます。で、それで、全部でベースカラーがこの、どちらか、ベージュかグレーのベースカラー。これは、スケープエースのインビクタエクストラという糸で、75% バージンウール、そして 25% ナイロンなんですね。はい、それからこちらのナチュラルカラーの方は、どちらもバージンウールなんですけれども、こちらのカラーの方はそれぞれ、ウールという表記になっております。長さは全部 210m で同じですね。はい、なっております。で、一玉 50g 入ってます。そして 210m あります。で、水晶 3mm ということなんですけど、靴下編む時はこちらの 2mm とか 2.25 とか 2.5 を使うといいんですよね。で、そのパターンは 2.25 推奨なんですけど、私たち日本人って少しちょっとヨーロッパの方よりも体が小さい傾向もあると思うので、2.25 がない場合は 2mm でもいいかなと思います。で、まあ簡単に色の組み合わせをちょっと見ておきたいんですけれども、例えばこういう組み合わせ。例えば、もう一度しますと、こういう組み合わせ。例えば、こういう組み合わせ。例えば、こういう組み合わせ。そして、例えば、こういう組み合わせ。そして、ベースカラーを紫に変えて、こういう組み合わせ、こういう組み合わせ、こういう組み合わせもできますよね。そしてピンクに変えて、こういう組み合わせ、こういう組み合わせもできます。そしてここ薄いピンクに変えて、こういう組み合わせができますね。ということで、この10種類、そして今度ベースカラーをベージュに変えるとどういう組み合わせが楽しめるかというと、こういう組み合わせ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 。そしてピンクに変えて、こんな組み合わせもできるし、
こんな組み合わせもできるし、こういう組み合わせもできますね。この組み合わせも可愛いし、この組み合わせも可愛い。そしてこんな組み合わせも可愛いですよね。ということで、基本となる色は全部でこの 1,2,3,4,5 色。そしてベースカラーがグレーとベージュ。そしてどれも色合わせをしても可愛く仕上がる色合わせになっております。何色と合わせても可愛くなると思います。で、それのそれぞれ、3個セットですね。こういう3個セット、これを1セットにして販売させていただきたいと思います。で、もちろんいつもの通り新発売記念ですので 10% お値引きさせていただきます。で、この3つで 150g で長さが 630m あるんですけど、これでだいたい左右編めて、女性用でしたら少し残ると思いますので、残った毛糸で、お揃いのシュシュとかを編んでもいいと思うし、例えば誰かにあげるんであれば、靴下のを入れる靴下袋を編んであげてもいいと思うし、まあもちろんスタッシュバスター用に残しておかれてもいいしということで、結構、はい、楽しいと思います。で、これを編むときに、編った方がいいものっていうのもあると思うんですよね。で、それもちょっとご紹介していきたいと思います。もしその人が全く編み物をしたことがないとか、私編み物を、この靴下を編んだことがないので道具を持ってないという方は、このような輪針があるととても便利です。これは2ミリの輪針でして、こうなってたかなほどかないといけないんですけど、こうなってたかな、はい。このパターンはマジックループと呼ばれる方法で編んでいきます。マジックループっていうのは、このように2つ折りにして、こっちとこっちに半分ずつに目を分けて、それを交互に抜き差ししながら編んでいくんですけど、それで編んでいきます。で、その時にあると便利なのが、靴下用の針で、こちらは2ミリの針ですね。これがないので一緒に買いたいなという方は、こちら単体で2ミリの販売してますので、これを一緒にお求めいただければと思います。で、その他に、全く編み物初めてって方もいらっしゃらないと思うんですけど、初めての方もいらっしゃったらということで、その時にもう一つ必ず必要になってくるのが、はい、毛糸用針ですね。で、こちらも、ちょっと落ち着いた色味のグレーなんですけど、これは DMC さんから出ている毛糸用針なんですけど、これとセットで使っていただくといいかなと。この一番細いサイズがちょうど同じぐらいの太さなのでいいんじゃないかなと思います。で、手がのゲージが緩いきついっていういらっしゃると思うんですよね。で、私は多分ちょっと緩いので、この 2mm でいこうかなと思ってるんですけど、どうしても 2.25、推奨の 2.25 で編みたいっていう方であれば、単体でお求めいただくこともできます。できますけど、セットで持っときたいなという方は、こういうセットもあります。ここの、13番。この13番が 2.25mm で、大体 2.25mm だと思うんですけど、この針よりも若干、触ってみたら分かるんですけど、若干太いんですよね。で、これがニードルゲージなんですけれども、2mm では入らなくて、2.25、ちょっとギリギリ入るか入らないかぐらいですね。はい。
2.5 だったらスカスカだけど、まあ、2.25 でちょっとギリギリなので、まあ、そのちょっと 2.3 ぐらいだとは思うんですけど、まあ、大体 2.25 っていうのはこのぐらいのサイズというふうに思っていただいて、こちらも80センチの輪針で、こういう形でマジックループとして使っていただけます。で、ここの針はここの部分が少し曲がってるんですよね。で、こっちの針はまっすぐなんですよ。で、編み心地なんですけど、どっちがいいかってこともないと思うんですけど、割とここはナイロンケーブルのこの境目がそんなにガタガタしてないんですけども、こっちはちょっとガタガタして引っかかることがあるかもしれない。ちょっとこれ編んでみないとわかんないんですけど、まあそういういろいろ特徴がありまして、で、まあどうしてももうちょっといい道具で揃えたいっていう方でしたら、アディとか、チャオブーとか、ニットプロさんとかがありますので、まあそのご希望でしたらちょっと次回の便でご注文、予約いただければと思います。さらにないとちょっと困るなっていうのが、テープメジャーですね。これは150センチで、10センチごとに色が変わるタイプになるんですけど、まあ、こういうタイプのもの、こちらは全面同じ一色なんですけれども、こういう150センチまであるテープメジャーのタイプのものをお持ちの、があると便利です。こちらはね、このようにケースがついているので、保管がすごく楽なのでおすすめです。ですのでケース付きのものもありますし、他にも巻き取り式のものもありますし、まあ、いろいろあるのでそういうのを選びいただいてもいいと思います。こちら10センチごとに色が変わってケースに入っているタイプとスナップボタンタイプのものもありますし、まあ、普通のタイプもありますし、まあ、興味がある方は、はい、お店の方でちょっといろいろどんなものがあるのかなというふうに見ていただければと思います。はい、それからですね、あると便利なのがこちらの段数カウンターですね。こちらのタイプ、デジタル式になっていて、ここを押すと数字が表示されます。とても便利に使っていただけます。で、このように指につけていただいて使っていただいても、机の上に置いていただいて押しながら使っていただいても大丈夫です。で、前回ね、動画でご紹介した時に、どうしてもこの部分が、表示が消えないなと思ってたんですけど、今見たら消えてるので、何日か経つと消えるのかもしれないですね。なんかその詳しいことは書いてないので、全然わかんないんですけれども、はい、なってます。で、これ、はい、16ってなってますね。なってますけど、これが消えたり、これちょうどついているので触りますけど、リセットしていただいて、で、押していただくと、このような形で数字が表示されます。で、こちらなんですけれども、今回ちょっと見たら結構色がね、可愛かったんですよね。で、あ、これ似合うなと思って。だからもしどなたかにプレゼントされる場合、これも一緒にね、色で合わせて送ってあげると可愛いかもしれないなと思って、ちょっと今ご紹介なんですけど、それ以外にももう一つ、色合わせであると便利なものをご用意させていただきました。はい、こちらです。これは動画で作り方をご紹介させていただいた分なんですけれども、こちらそれぞれ、これも私結構色が好きなので、なんかこういう風な感じで、ちょっとこれはオレンジじゃなかったけど、まあ似たような色ということで、こんな感じで、よいしょ、系統の色に合わせてあるなということで、はい。で、これもこれをつけておきますと、まあ今回は多分一つで大丈夫だと思うんですけど、これをつけておきますと、最初こう、スパイラルで編んでいくんですよね。ソックスっていうのはスパイラルで編んでいくときに最初の目を見失うので、つけておくと便利に使っていただけますし、これが何個も入ってますね。これからいろんなものを編んでいきたいという方にもおすすめです。ですので、まあこれも合わせてセットで、っていう風にしていただくと結構可愛いんじゃないかなと思います。で、それで、まあ、そんな感じで。で、
他に何かあったかな、ちょっとお待ちくださいね。はい、で今回なんですけど、かかとの部分を休めながら編んでて、最後にかかとを編んでいくというパターンになります。ですので、その部分で針休め、いらない毛糸を使っていただいてもいいと思います。だけど、まあ、初めての方でいらない毛糸がないという方は、このようなスティッチホルダーがあると、まあ、そこに後で外すときに目をこう落とさなくていいの で、それでこれもあると便利かもしれないと思います。これは9センチ、12センチ、15センチの3種類が入ってます。そんな感じですね。はい、どこまで必要かはその人によって違うんですけど、まあ、今回、ご紹介させていただくにあたって、まあ、いろいろこういう小物もあったら便利かなと思いましたので、それについては、はい、こちらもご紹介させていただきますとともに、今回ここでご紹介させていただきましたこの様々な、小物とか編み物道具に関しましても、本日から1週間 10% お値引きでご提供、このセットのと一緒にお求めいただいた場合には 10% 引きでお求めいただけるようにしておきますので、ぜひ皆様合わせてお求めいただけるといいかな、嬉しいかなと思います。はい、そういう感じで、で、できるようにしておきたいと思います。なんか結構すぐについちゃう、さっきついてなかったのにもうついてる、だから割と簡単にこの部分が反応するみたいですね。あ、触ると反応出てできますね。この前なかったんだけど、こう軽く触れると出てくるみたいなので、ちょっとやってみますけど、はい、ちょっと押すと出てきます。だけどしばらく経つと表示は消えますので、ご安心ください。自動オンオフ機能になってます。ですのでしばらく経った時はもう表示消えてるので、そこまで、でも電源を入れるとまたその時の段数になりますので、多分大丈夫だと思います。はい、ということで、この分ですね、はい、一緒にお求めいただいた場合のみレジで、ご注文の時には反映されないと思うんですけれども、ご注文いただいた後、ご注文時に、この部分一緒にご購入いただいた分に関しましても 10% 引きでご対応させていただきたいと思いますので、よろしければご注文お待ち申し上げております。はい、で、組み合わせ合計こっちとこっちで合わせて20種類なんですけれども、数がちょっと在庫が限りがありますので、足りなくなればまた次回の入荷の時に入れさせていただきますが、ちょっと足りなくなることも、好きな色が選べなくなってすぐに手に入らないということもあるかもしれませんけど、その場合はご容赦いただければと思います。3個セットでのご提供とさせていただきますので、まあ、これの中の単品が欲しいという方はまたご相談いただきましたら、はい、お求めいただけるようにはしたいと思いますけれども、そんな感じで、ぜひよかったら皆さんこの冬、あ、これね、ご主人私っていう風な感じでお揃いで編んでみるのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、それからですね、パターンはご注文いただきますページに、リンク残しておきますので、パターンはそうですね、ご注文いただきましたメールに添付ます、もしくは、リンクを商品ページに残しておきます。そしてその中に出てくるテクニック、一応全部英語の動画では説明があるんですけど、ちょっと割と早かったのと分かりにくい方もいらっしゃるかもしれないということ で、それを私もちょっと一足編みながら、ちょっと一回練習も兼ねて動画も撮ってみたいなと思いますので、一緒に、まあ、ポイントポイントの方法ですね、それを一緒にやっていければと思います。
結構いろいろなテクニックが出てきたので、ちょっと挫折しないように、それと楽しく取り組んでいただけるようにしたいと思っております。ですね、その動画のリンクも商品ページに貼らせていただいたりっていうふうに考えておりますので、よければ、はい、ちょっとどっちがどのいつになるかっていうのはお約束はできないんですけれども、そんな感じで計画はしておりますので、そのようにお待ちいただく、もしくはそのパターンですね、パターンを読みながらしていただければと思います。パターンもどんな風な説明なのかっていうのを一応軽く触れたいと思っておりますので、そのあたりももしよければ一緒に取り組んでいただければと思います。はい、ということでございます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.